イラクでは経済状況が改善されないことや水や電気が十分に供給されないことに国民の不満が高まり、政権の退陣を求めるデモが繰り返されています。イラクのアブドルマーディ市長は国営テレビで演説し、首相や大統領、議員などの給与を削減すると表明するなど、事態の収拾を模索していますが、国民の不満に対する効果的な対策は打ち出せておらず、事態の悪化が懸念されます。奈良時代の聖武天皇ゆかりの宝物を集めた正倉院展が奈良市で始まりました。正倉院展は奈良市にある正倉院の宝物を公開する秋の恒例行事で、令和最初の今年の正倉院展には秋天の4点を含む41点の宝物が出展されています。このうち能の御来寺は聖武天皇が東大寺の大仏開眼会で着用したとされる靴で、表面には赤く染めた石の皮が、内側には鹿の皮が用いられ、金魚や水晶などで作った羽型の飾りがあしらわれています。また混浴の帯残穴は古くから宝石や顔料として用いられた鉱物ガッツラズリで表面を飾った神秘的な青色が特徴の帯で、皇族や位の高い貴族が身につけていたとされています。その他、天朝美人とされるふくよかな女性が描かれた屏風や、上目で装飾された華麗な物差しなども公開されています。今年も開館前から大勢の人が列を作り、